新藤辰巳のゴミラジオ。はい、ってやんで、新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。バカよあなたは新藤辰巳です。今回は、ザ・ W 決勝進出されました、ボル塾について喋っていきたいと思います。今回決勝のメンバーが決まって、かつ、出順、ネタをやる順番も決まったんですけど、ボル塾さんは10番目になりますね。 B ブロックの5番目。2ブロックあるんですよ、 A ブロックと B ブロックね。5組5組ですので、 B ブロックの5番目ということは10番目、実質取りでございますね、となりました。今回はね、ボル塾の弱点っていうことでね、語っていきたいと思うんですけども、ボル塾といえばね、 M1 グランプリも決勝行くんじゃないか、あのザ・ W 予選始まる前にボル塾が参加した時点で、まずボル塾は決勝行くだろうと予測して、一番下馬評の高い、一番優勝候補として名前が挙がってる、4人組ではあると思うんですよね。その前にまずね、あの4人組なのに3人しか出てないの、なぜって思ってる人もいますけども、まあ3級に入られて1人の方がね、タイには自宅にいたりとかよくするんですけども、一応ネタ作成においては、その坂寄さんでしたっけね、もう参加していますので、実質3人組が舞台上に出ている時も、実際4人組で活動している状態にはなっているというのが、ボル塾とのちょっと変わったところなのかなとは思いますけどもね。で、このね、弱点っていうところなんですけども、今回は、この今年かな、ボル塾、まあ、去年から組んで今年にかけて、まだ2年もう経たないぐらいだとは思うんですけども、で、去年から急激に、まあ、テレビ進出がすごく増え、まあ、それのきっかけとなるのは、M1 グランプリ3回戦ですごく受けたのに落ちたっていうところもあって、まあ割と M1 グランプリって動画配信の3回戦がすごく面白ければ、落ちてもそこからテレビにつながる、それをきっかけに仕事が増えるなんてこともあるんですよね。いや、まあ宮下草薙さんなんかも3回戦異常に受けて落ちた時からなんか仕事が増えてたようにも感じますし、やっぱり業界の方は M1 グランプリのギャオとかね、YouTube などはちょっとすごく 見られるのかなとは思いますけどね。今2020年のこのね、M1 グランプリでは2回戦から動画配信、全組配信っていうのはやられておりますのでね、そちらもね、まあ、ボル塾さんどんなネタやるのかなっていうのは気になりますけどもね。で、今回この今年になってちょっと変わったなっていうのは、あのネタの中に IQ を結構入れるようになったんですよ。 IQ ってどういうことかなっていうところなんですけども、相方が喋ってる時に面白いことでは面白いという表現をちゃんとあのお客さんに伝わるように表現する。どういうことかっていうと、舞台上で笑ったりとか、あの我慢しないっていう部分だ、なんですよね。漫才っていうのはだいたい3分4分がね、持ち時間になってることが多いですので、あんまり笑ってる時間とかそういう時間に、つぎ込めない。どんどんボケ数を入れていかないといけないということで、あまり笑うというのと、あと、演者が先に笑ってしまうと冷めて、お客さんが笑えないっていうのがあるので、なかなかね、するのが意外と難しいんですけど、ボル塾はもうネタが強いので、お客さんがちゃんと笑った後を確認した瞬間に笑うって表現ができているので、あの、一緒になって笑えているという、お客さんと一緒に調和しながら笑えているっていうのが、やっぱ技術としてすごい高い部分だとは思うんですよね。で、今回、まあ期待も高いくて、まあテレビでもよく見て、ネタパレなどでもネタを見ても、毎回面白いじゃないですか。M1 グランプリでも、あの上、1回戦の上位にもちゃんと食い込んで動画配信に名前も残ってるぐらいの人だし、まあ去年も 3回戦でも落ちた回でもすごい名前がね、あの有名になったりとか知られていたりとか、まあ、同時に出てたシンボルというね、猫塾とシンボルが合体してボル塾なんですけど、シンボルの方を、アンリーさんのコンビは準々決勝まで行ったりとか、まあ実力はもうね、もう分かってるレベルだとは思うんですけども、まあ、そんな中、ボル塾がね、もうお客さんがもう楽しみにしてる、笑いたいと思ってるっていうのが会場にもう出てるんですよ。これが、やっぱり、芸人のもう羨ましいというか、神がかってる、今ボル塾が向かうとこ敵なしになり始めてるという状態の現れだと思うんですよね。そこでやっぱりお客さんがちゃんとボル塾がボケたところでちゃんと湧くっていう、
お客さんがボル塾の面白いだろうなって思って待っているところに、ちょうど面白い、このぐらい面白いかのかなって注文を待ってるところに、ちょうど注文通りの内容の面白さが来るので、ドンと受けるんですよ。これがすごいところでもあるんですけど、それでお客さんが笑ったすぐ直後、同時ぐらいに演者も笑うと、ボル塾のね。そしたら一緒に笑い合って、あ、ここ仲、こう、三人組仲いいんだ。実際仲もいいし、YouTube チャンネルとかもね、すごく仲いいので、なんか、まったりとトークしてるのが非常に女子受けもされて、同性にも好かれ、かつ異性にもリスペクトされてると状態なんですけども、で、やっぱり知名度と期待値、そして内容もいいですけども、ちょっと、ちゃんと受けている時間も結構あって、笑い合ってる時間もあるので、ボケの量な数が入れられないとも思うんですよ。要するに愛嬌が入れてる分、笑いのボケの数は入ってないと思うんですよね。それがちょっと空間がもし変わってしまった場合、その期待値というお客さんの乗ってる気持ちがちょっとなくなってる空間に行った場合、同じ表現をした場合、ちょっとボケ数が少なく感じるんじゃないかなと。ちょっと全体の体温が下がった場合ですよ。今はね、ラフターナイトの決勝でも、ザ・ダブリの準決勝でもすごく受けてるんですよ。だから笑い合ってる時間もお客さんが笑ってるわけですよね、ちゃんとどっしりと。だからまあ決勝もちろん行ってるんですけど、そこの体温がちょっと下がることによって、演者がそれのつられ笑いという表現、愛嬌という表現の笑ってるところがちょっと素になって見る瞬間がちょっと出てしまった場合、次の見てる側のボケを求める気持ちがタイムラグとしてちょっとボケ数少ないなって思わせる瞬間って、ひょっとしたら空間によってはあるんじゃないかっていうのがちょっと思いまして、それがザ・ W 決勝でひょっとしたら起こんのかなと。だからいつもの空気感、いつものお客さんをこう引っ張っていく空気感がひょっとしたら出なかった場合、去年に比べて今年の方が笑う合うという愛嬌を出して、そこに時間を使ってれば、うん、応援してる見てる側は乗っていけるんですけど、そこまで乗らなかった場合は、その時間が逆に足を引っ張る可能性もあるっていうのが、意外とここ難しいところなんですよ。人気ある芸人さんは劇場行けばほぼ鉄板で知られているので、どこ行っても知名度受けに近いものがある。そして技術もネタの台本も良ければもちろん受ける、受けると思うものがちゃんと受けるっていうことが表現できるのが知名度受けだと思うんですけど、決勝となるともうちょっと空間が変わるので、受けると思ったものがここ受けないんだっていうことが起きる可能性があるわけですよ。そうなった場合、愛嬌を下手に出してしまうと、あ、自分らだけで笑ってんだ、お客さん置いてってるよみたいなのを、客席の観覧客なのか、テレビを見てる人なのかを審査員とかにちょっと感じさせてしまった場合、何が生み出るか、ボケ数の少なさが目立ちそうな気もするんですよね。そうなった場合ですよ。今ね、やっぱりこうすごく注目されて、優勝候補だって言われて、もう順風満帆すぎて、まあ、しゃべくりセブンでもね、西田さん、世間知らずの西田さんとの、アンリさんの、トークバトル、喧嘩バトルっていうのもすごい評判いいから、どんどん評価は高くなっているんですけども、ちょっとネタで空間が変わった時に、そういう時も起きるんじゃないかっていうのをね、あえて今回はちょっと見てみました。やっぱりどこに行ってもみんなボル塾は、もう優勝するんじゃないかと。ね。ボル塾が面白い。なんてね、言う声が大きすぎるので、もうみんなが思ってることをここで言ってもしょうがないので、あえて欠点を言うならばどこかなと思って、今回は、あえて言うならここじゃないかというのをね、ちょっと考えて、喋ってみましたということでございまして、別に応援してないわけじゃないし、好きだし、面白いと思ってますよ。その上、人間っていうのは絶対に完全なものではないから、どんなに面白い人でも隙はあり、環境が変わったら受けなくなり、環境が変わったらダメ出し要素のあるネタに変化する。それは全ての芸人においてあり得ますので、そこであえて今回、こういうちょっと意地悪な見方を
してみましたということでございましたけどもね。まあ楽しみですね。まあ全然ね、優勝という名前をね、すごい聞きますから、そのまま優勝してしまうパターンもあるのかもしれませんけどね。まあ今回はこう、僕はこういう見方で、まあ鳥ですから、ね、ひょっとしたらお客さんが疲れてるかもしれませんからね。それの煽りが食らったら、ひょっとしたら想定外の受け方、見え方をするんじゃないかなっていうのをちょっと今回ピックアップして喋ってみましたということでございました。以上、新藤辰巳のゴミラジオでした。